はい、フリーライターの今一生ですうん、今日はねいい感じですよなんでか、もうね、皆さんこの画像でお分かりと思いますけど岸田内閣の支持率が28%すでにもう30%を切ったということは危険水域に入ったってことですはい、もう僕はねもう1秒でも早く 岸田政権、倒れてほしい、岸田総理、やめていただきたいと思っていましたからあ、岸田さん自身はね、下がる時もあれば上がる時もあるというふうに楽観視しているけれど、もう僕は上がらないと思います。はいまあ、もちろんね、あのー、何度も伝えてきたように、マイナーのトラブルっていうのがありますよね、これに対するあの不安感っていうのが非常に強いで、もちろん景気不要策っていうのもちゃんとやってない。 はい、もうこれだけでかなり大きいんだけれども、えー、他にもいろいろ要素があります。ということで、あのー、もう本当に岸田政権、えー、崩壊、カウントダウンが始まっているということで、まあ、ある意味、朗報ですわ。ということで、えーね、記事をゆっくり読んでいきましょう。 えー、今日はちょっと機嫌がいいです。はいえー、岸田内閣支持率28%、2ヶ月で17ポイント下落。毎日新聞世論調査。ということで、7月23日、日曜日の記事です、えー。毎日新聞は22、23の両日、全国世論調査を実施。岸田内閣の支持率は6月17、18日、実施、全開調査33%から5ポイント下落。 28だった支持率が30%を下回るのは2月の調査26%以来5ヶ月ぶりでも前回調査とは意味が違ってますよね今回、えー、不支持率は前回調査58%から7ポイント増の65%だったはい不支持率も増えまくって支持率が低迷というかもうどんどん下がる一方ですね 下落は2ヶ月連続で、2ヶ月間で17ポイント下落した、この2ヶ月間、ね、いろんな分身法もあって、もう岸田さんは楽観視してる場合じゃないです、はっきり言って。支持率は3月から上昇傾向が続き、広島であった主要7カ国首脳会議、G7 サミットの開催中に実施した5月調査では45%となった。 しかし、マイナンバーカードをめぐるトラブルが相次ぐなどして、状況は一転、前回調査から下落傾向となっている。まあね、ちょっと前まで外遊してた岸田さんですけども、余裕ぶっこいてるうちにですね、国民の支持をもう取り付けられなくなったってことですよ。調査は、携帯電話のショートメッセージ、SMS 機能を使う方式と、固定電話で自動音声の質問に答えてもらう方式を組み合わせ、大体524件。 固定498件の有効回答を得たと。ね、まあ、だ,だからだい1000人ぐらいに、えー、聞いてみましたって感じなんだけれども、まあサンプルとしては悪くない、本当はね、3000人ぐらいやったほうがいいと思うけれども、でもこの傾向はとどまらない、えー、つまりもう一回何かポイントアップするかっていう材料が岸田さんにはもうないはずです。はい、マイナーに関しては、秋まで点検やるわけだからね。 これは下がり続けるでしょう。はい、で、まあ、毎日の話はもう散々やってきたんで、みんなもう、食償気味だと思います。で、まあ、税金に対してもね、奨学金とかさ、遺族年金とか、失業手当にまで増税をしよう、まあ、課税しようっていうふうな動きが出てきているので、もう頭痛いよね。うちら、うち,うちらの財布から金持ってかれる一方なんですよ。 でもね、まあ、あえて、あえて1万歩譲って、じゃあ岸田さんが増税したいなら、ね、僕らの所得が2倍、3倍に膨れ上がるような、それこそ異次元の景気不要策をやってくれるんだったら、いいよね、例えば今まで、そうだな、月収が30万円だった人が、100万円ぐらいにもなると、もう異次元の所得倍増。 まあ倍増、3倍増みたいなさ、ことを岸田が奇跡のようにやってくれるのであれば、増税しても困らないですよ。だけど、岸田さんの一番の,あの難点っていうのは、お前らの国民から金は取るけど、お前らの所得は増やさねえぞっていうのが岸田政治なんだよ。もう、もう気が狂っんですか思いません、僕は。 で当然、それはね、あの専門家の方も指摘されている、えー、森永拓郎氏、生活のためには岸田首相の交代しかない、そうです。内閣不支持率増加は経済政策が最悪だから、もうその通りなんですよ。マイナーだけではない。岸田首相の不支持率が高まっている、朝日新聞が今月15、16に実施した世論調査によると、岸田内閣の不支持率は4ポイント増加の50%になった。 まあねどんどん増えると思いますけどね、不支持率は、えー。主な政策の評価については、物価高騰の対応で評価しないが77%と、特に高い数字だった、当たり前だよ。物価高と増税、両方やったらさ、国民の怒りを買うのは当たり前じゃん。岸田首相の経済政策の問題点はどこにあるのか、経済アナリストの森永拓郎さんに聞いたと。まあ、こういう記事ですね。 岸田内閣の不支持率が50%になったということですが、支持,支持する人たちが未だに37%もいるということが信じられません。いや、全くその通りですね。未だに岸田自民党万世とか言ってる人っていうのは自分の首をもっと締めてくれって言ってるようなそういう、そういう人たちですよ。マゾヒストですよ。岸田政権が行っている経済政策は最悪です。というのも、 景気が沈み込んでいるときに、歴史上、ね、類を見ない空前絶後の財政引き締めをやってるからですと。安倍政権の時の2020年度の基礎的財政収支は80.4兆円の赤字でしたが、23年度は10.8兆円の赤字になっています。ね、物価高など、経済状況が厳しいときは、財政出動して経済を支える必要があるのですが、 岸田政権は逆に財政支出を絞り込んでいる。安倍政権の時と比べて70兆円もの緊縮ですと。まあ、金をだから市場に流さないってことだよね。つまりみんなからお前の金くれ、お前の金くれつって、もうどん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 もう国で温め,ておくとう温めておくよと。温めて金が増えるわけでもないわけだよ。ね、具体的な政策を見ても。 今、国民を苦しめている物価高の対策に取り組んでいるとは思えません。今年から電気代、ガス代の補助金が出ていますが、9月使用分までで終わる予定です。ガソリンの補助金についても6月から縮小されており、9月末には打ち切られる予定。ね、これからどんどん厳しくなりますよ。今、ガソリンめちゃめちゃ高騰してるよね。1 7何円でしょ、う、リエモリッターで。僕、車乗らないけど、さすがに高いって思ってますよ。 しかも補助金なくなったら多分180とか190円とかになっちゃうんじゃないかな。もう車乗るのも辛いよね。また新型コロナ対策も打ち切っています。政府はこれまで中小企業向けに実質無利子、無担保のゼロゼロ融資を実施していましたが、その返済が今月から本格化しています。7月からね。だから返済、ゼロゼロ融資であっても返済はしなきゃいけないわけだから、 だんだんこの8月9月秋になるにつれてね国民生活かなりやばくなってくると思いますよウィズコロナの社会になったとはいえまだコロナの影響から経営の苦しい企業は多いです、えー、当初は特性例債務の減免を出すとも言われていましたが結局実施せず多くの中小企業が倒産しています、ね、中小企業で働く人が多数派ですからね 倒産するってことは失業者になるってことで、まあ、生活保護を受ける方も増えてしまうでしょうし、えー、つなぎ融資を受けようと思っても、返せないので借りられないみたいなことも起こってくるかもしれない。もうだからね、弱い人ほど、お金がない人ほど、えー、なんていうかな、苦しめばいいんじゃねっていうのが岸田政権ですよ。 でこれだけではありません。今後、庶民の負担はどんどん増えていくと見られますと、森永拓郎さん指摘しています。岸田首相は、防衛増税を掲げて、消費税や所得税から財源を賄うことを検討しています。また、高齢者の保障の歳出を削減し、公的年金の支給額も引き下げる方向で動いていくでしょう。 首相の諮問機関である政府税制調査会が出した答申では、配偶者控除や扶養控除、生命保険控除の見直しが盛り込まれている、さらには社会、えー、会社員の退職金、現在非課税の通勤手当や社宅の貸与も狙われている、つまり課税される可能性があるとと。課税の見直しっていうのは、基本的に増税ってことですよね、それ。いずれもひどい話ですが。 会社に通勤するだけで税金を払わなければいけないのでしょうか。まさにサラリーマン増税、弱者への増税で、庶民から絞れるだけ絞ってやろうという意思を感じます。その通りです。岸田さん、生活に困ったことがない人です。ね、三代目のボンボンですからね。目玉政策も効果は中途半端。少子化対策では異次元を謳っていますが、政府が検討する児童手当の拡充と税制見直しは、 低中所得世帯にに全く効果のなないい施策になっていることが分かりました、ね、第一生命経済研究所の試算では、子供一人で親の年収、共働き夫婦で収入が多い方の額が300万円の世帯だと、高校卒業までの増収分が約20万円である一方で、 年収900万円と1100万円の世帯は110万円超,超え、ま、増えますすごいねしかも年収800万円の世帯ではたったの3万円増でした富裕層が特に増収になる仕組みになっていますつまり金持ち優遇あの政策っていうのが岸田政権がやってきたことだってことですよ岸田首相は一体何をしたいのかそれは財政の健全化 え岸田首相はたびたび財政健全化の目標について言及しています国民の生活については本気で向き合っていないんですこれどういうことかというと財政の健全化というのは国が止めればいいのであって国民はそのために金を出せということですよすごくわかりやすいでしょ国は元気あの財政収入が上がったとしてもその分だけ増税に苦しんでいる国民は疲弊するね、疲れてくるね、もう嫌になっちゃうってことです だからどっちを向いているのって言ったら国民より国家の方を向くのが岸田首相の経済対策だってことです財政健全化の前提にあるのは国の借金が1000兆円以上にもう上っているということただしこの認識は間違っています、ね、財務省が発表している、えー、20年度の政府の連結貸,し、えー、貸借対象表を見ると1661兆円の負債がある一方で資産も 1> 1, 1兆円あります差し引き540兆円の借金ってことになるわけだ。日銀が保有する資産と負債を合わせて考えると、日本の借金はわずか8兆円。だから国家財政を立て直すなんてことの前に、国民の、えー、所得倍増とかうあ、資産倍増っていうふうに岸田さんは言ってるでけでど、ね、国民の少なくとも持ち時出さないと意味の 今疲れてるんだからって話ですよ、えー、物価高の影響で過去最高の税収になってますからすでに財政黒字になっている可能性があります黒字なのに増税させてというのはおよそ考えられない経済政策ですと私は岸田首相は財務省の影響を強く受けているのだろうと考えています財務省の目標が財政の健全化言い換えれば増税です 財務省では増税をして財政を健全化させた人が出世すると言われています。増税が協議になっているんですね。まあ、出世のために国民に負担をかけるのが財務省官僚の出世。つまり財務省がまさに今だけ金だけ自分だけの人たちなんだっていうことをね。私はこうした財務省のあり方を財務心理教と呼んでいますと森永さんは言います。まあね、もっともこれね。あの 財務省官僚何やってんだって怒るの簡単なんだけども僕は、えー、東大を目指させて財務省管理官僚になってよかったわねっていうふうに官僚のお父さんお母さんたちは思ってるわけ、ね、つまり自分が子供だけ幸せになればいい自分の子供だけ東大に入ればいい自分の子供だけ何、えー、ていうかな財,、えー、財務省の官僚になれば、ね、ほらほらあの死ぬまで安泰よと、まあ、死ぬまでというよりも、まあ、実際そう,そうなんだけど 一生安泰よっていうふうに、ごくごくごく一部の,あの人間だけを幸せにしていいんだっていうエゴをやってきたってことは、子育てのあり方そのものが間違っていたってことなのね、これは後でねひあの、かなり影響が出てくるんです。国民のことよりも自分の出世が大事ですっていう人間を作ってしまったってこと、これ学校もそうだけど、家庭教育もまずかったわけよ。 だから子ども家庭庁がやるべきことは何なのっていうふうにうもう逆にわかるよね,ね。今だけ金だけ自分だけの人間を作らないようにするには、ね、そういう大人を今までの大人のやり方を反省するっていうことしかないじゃん。ってことですよ。当たり前のことなんですけどね。ちょっと記事をね読み続けます。 岸田首相の目的にはもう一つ、金融の正常化があります。日銀は金融緩和で金利を低く抑え、市場に回るお金を増やすことで経済を支えてきました。しかし、岸田首相はかつて金融緩和が長く続くことを問題視し、出口戦略について考える必要があると述べています。新しく日銀総裁に就任した上田和夫氏は、岸田首相の意向で、 金融緩和をやめるタイミングを図っているとみられています今月27、28日に日銀の金融政策決定会合があるのですが金利の引き上げに舵を切る可能性がありますただ金利が上がれば住宅ローンが組めない人が出てくるでしょうしすでに変動金利で借り,借りてた人も追い詰められる中小企業も資金繰りが悪化することが出てくるでしょう 金利が上がるってことはね借金した時に返す金が多くなるわけだから金を借りることがためらわれるっていう状況を作るってことですよ経済理論からすれば財政も金融も引き締めて緊縮増税をしながら経済成長を達成することなどありえません、ね、<laughs> そりゃそうだよね <laughs> 当たり前のことですよ収支の改善は経済が成長してから取り組むべきことなのです 経済を成長させるのであれば、増税ではなく減税すべきです。岸田首相は経済理論を理解,理解してないと言わざるを得ません。これ、高校で習うような経済知識だよね。<laughs> そうですよだ。だから岸田さんっていうのは、まあ僕はどこ大か知りませんが、まあ、本当は知ってるけどね。<laughs> 知ってるけど、要するに理屈は分かってるけど分かっていても勇気がなくてできない人なのかもしれませんよ。 でもしくはそもそも貧乏人って存在するんですかっていうぐらい、まあ、金持ちコミュニティの中にしか育ってこなかった人自分の世間が狭いことがわからない人だって僕はあの理解していますそのような認知ですね岸田さんに関しては貧乏人って見たことないと思いますよ岸田さん1929年に就任した浜口お幸千首相は えー、世界経済が後退する中財政の健全化と金融の正常化に取り組み昭和恐慌を引き起こしました再び令和恐慌を引き起こしかねない状況ですまあ令和恐慌っていうかまあ実際にはもう日本が経済難民化するって言った方が分かりやすいと思いますよ恐慌で済む話じゃないと思う僕日本はなくなると思いますからなぜかって言ったら子供を産めないからですよ お金ない、お金ない、お金持ってかれちゃってるから、増税って形で、あるいは物価高って形で持ってかれちゃってるんだから、子供を産んで育てる金がないのに、子供を向きには誰もならないです。ということは、少子化が今よりもっと過激に進みもうすでに少子化は進んでいるんで、あの少子化による人口減少。 これは移民を引き受けないということも含めてね、あの人口減少は止まりません。だから日本というのは、人がいなくなるんだから、なくなるんです、日本というものは、そもそも。そこに令和恐慌っていう、まあ、追い風を吹かせるのが岸田さんだから、岸田さんは、日本滅亡計画っていうものを持っているといった方が分かりやすいです。日本がなくなった方がいいぜっていうのが岸田さんです。そ,そう考えれば、すべて成功しています。岸田首相には最初は期待していましたと。 ね、成長と分配の好循環を掲げ、富裕層の金融所得課税を強化し、それを国民に分配すると言ったからです、ただそれもどんどん内容が変わってしまって、資産所得倍増プランを,を掲げ、国民に投資をさせようとしています。国民がリスクのある投資に乗ってバブルとなり、最後のうちに庶民が何もかも失うということが起こらないように願っています。もう永さんそんそななな心配いらないいららお金がないからあの多くの国民は 投資する金なんかねえからって話だから今の私たちの生活を良くするためにはもう首相が変わるしかないと思っていますそうとりあえず歴代最悪最,最上最,最上じゃないいや最最下端やね最悪の,あの首相がまああのなんだ第100代第101代の 岸田総理なんですよだから岸田総理より最悪な人は人材としてはとりあえず今まではいません、もちろん誰がなっても岸田総理よりも,も悪くなるってことはないんじゃないのと思,思いたいです、これ単に期待というよりも、あの奇跡が起こればぐらいの勢いですね。ただね、そのマイナー、景気対策だけじゃないのよね。 内閣シリーズが落ちるね文春法素晴らしいですこれもねあの知らない人もいるかもしれないのであのちゃんと拾っておきます、えー、文春法炸裂の木原官房副長官は内閣改造でどうなる、えー、留年も交代も岸田政権の大きな日だねっていうね日韓現代、えー、7月23日日曜日の記事です内閣改造を機に中枢から外されるのか 岸田首相の最側近として政権を支える、えー、木原誠治官房副長官の挙手に注目が集まっている。ね、テレビやんない、新聞も注目してるんで知らない人もいるかもしれません。木原副長官の妻が、ね、前府安田種夫さん、去年28歳の不審死事件に関し、重要参考人として警視,警視庁から聴取されていたことを週刊文春が3週にわたって報じた。 政権与党の有力議員の妻ということでハードルが上がり、捜査は事実上打ち切られたとされる。木原サイドは文春の報道内容を事実無根と断じ、司法記者クラブの新聞社各位、テレビ局各位に対して、記事掲載にかかる関与者について刑事告訴を行うと通知、そのせいか主要メディアは静観している。つまりテレビ新聞は ねえ木,原木原から「お前黙ってろよ」って言われたら「はい黙ります」。要するにお仲間なのよ。僕から言るとテレビも新聞も。政権がよっぽどこうなんていうかなあああのあの、うん、あの泥臭いね。あの、まあのま闇をテレビや新聞がやろうとしたら「お前らストップかけつこら!」っていうことなんだよね。 そうした中で、田、え、中、ー、さんの遺族が記者会見を開き、17日付の初、えー、17日付で、えー、所管の大塚警察署長に再捜査を希望する上申書を提出したことを報告。遺族が会見したことで、この件に関する報道も少しずつ見られるようになってきた。でも、ま、まだ全然大々的に扱ってる印象はないよな。 自民党内からは、新聞、テレビが報じなければ大丈夫という時代ではない、ネットで広がれば内閣支持率にも響いてくる中堅議員という案じる声が上がり始めている。まあそらそうだ。文春7月20日号によれば、党幹部の森山選対委員長も、政治部記者との懇談会で、印象が悪い、木原は早く変えた方がいい、警察権の行使によって政治家に配慮したなんて言われたら大変なことになるよ。 などと、土器を含んだ口調で話していたという。だろうね。常識的に考えれば、8月、か9月に予定されている内閣改造で、木原氏の交代は避けられそうにないが、総理は木原さんを簡単には切れないでしょうねと、岸田派の関係者がこう言う。誰なんだろうね、岸田派の関係者、気になるけど。現在の官邸は木原さんがいないと回らないと言われている。岸田政権の重要政策。 ほぼ手を差配しているため、木原さんは影の総理とまで呼ば,呼ばれる実力者になっています。今の岸田派には残念ながら代わりを務められる人材がいない、閣僚経験者のね、えー、っと、えーあえー、っとこの人、上川かな、えー、元法務大臣、えー、根本元,元厚労大臣が今更副長官というわけにはいかないし、木原さんより下の世代は経験が足りない。 そもそも岸田総理に腹心と呼べるような存在が他にいないと。心を許,許せるのは家族だけで、長男を政務秘書官に抜擢したくらいですからねと。それも裏目に出てしまいましたが。木原さんの処遇をどうするのか、総理の判断は非常に重要になってきますと。まあ、そりゃそうなんだけどさ。留年させれば火種を抱え続けることになり、支持率がますます下がる可能性がある。ていうか、もう戻らないよね。 どどんどん下がる一方だと思います一方で、木原氏が抜けたら官邸を一気に打開しかねない、どちらにしても岸田政権には大きなリスクだ、自民党で何、政治評論家の有馬さんがこう言います。 自民党内の懸念が高まっているのは事実ですが、文春報道を受けて、警察庁長官や警,警視庁の総裁一課長が定例会見で、事件性が認められないという見解を示した。それなのに内閣改造で木原副長官を外せば、何か問題があったように見えてしまうので、岸田首相は交代させないつもりではないのかと、最も,もマイナンバーカードのように、国民の関心が高ければ分かりません。世論の反応を見ながら の判断になるでしょうってことは世論って僕らのことだから、ね、ガーガー騒げばいいんですよ、ね。木原さんを使い続けるんですかっていうのも記者会見で、えー、雑誌記者とかフリーの記者がどんどん突っ込めばいいんですよ。えー、長男秘書官の えー、不祥事もかばい続けて身内びいき批判にさらされ、支持率を大きく落としたことが思い返される、岸田首相は過去の経験から学んでいるのかどうか、いや、学んでるわけないねって、普通にアホやなと思います。でね、ここにまた、つまりマイナー、景気対策の失敗、ね、で、木原だけじゃないのよ、岸田政権の支持率を落とすのは、はい、ね、こども家庭庁関連ですよ。 ねえー、テレ朝ニュース、7月23日日曜日の記事、えー、岸田総理、子育てを応援する社会を、国民運動スタートこれ、本当にアホやなっていう記事をね、ちょっと読んでおきます子どもや子育て世帯の応援をする政府のイベントがキックオフし、岸田総理は、子育てを社会全体で支える機運,機運を高めてほしいと呼びかけました、まあ、このあたりからして、あれって思います、いろんなツッコミも、この段階でできます。 はい、だってそれ管轄するの子ども家庭庁でしょ子ども真ん中なのに何で子育てっつったらそれ親じゃん。子ども真ん中どこ行ったって話だよまずツッコミがね。でもう一つ子育てを社会全体で支える機運を高めてほしいって何それ機運を高めるって何社会全体で子育てを支える仕組みを政策にするのが政治家の仕事だろそもそも。機運を高めるはあって感じだよ。 で岸田総理、こんなこと言ってます。これを機に子育てに優しい社会の輪が全国に広がっていく、こういったことを期待したい。あのそれ、総理の発言ですかと。総理っていうのは、そういう優しい社会の輪とかっていう、すんごくぼんやりしたことを言う、言うさ、立場の人なの,あのこの国の最高責任者ですよね、総理って。子育てに優しい社会の輪とかっていうのはさ、じそうだな。 小学校や中学校、もしくは高校生ぐらいまでの、ね、お子様たちがさ、青年の志で言うようなことだよ。政治家っていうのは、具体的にそれを政策の形に落とし込んで、それを国民に支持してもらいたいという言うならわかるけれど、岸田総理はね、子育てしたことありません3、3人息子いるけど。だって奥さんが言ってたもん、うちはワンオペ育児で3人子育てましたって。 だったら岸田総理自身が自分の子育てが甘かったことをまず反省しようよ。だって自分で選んだ長男、翔太郎君を自分でクビにしたぐらいでしょ。私は子育てを間違えたぐらいさ、子育て担当親父としてはさ、まずそこから言わなきゃおかしくない、えー、でね、こういうイベントには、元なでしこジャパンで2月に出産した丸山カ里奈さんらが出席しました。もう意味わかんないよね。<laughs> 丸山さんは新幹線を使いたいが、子供が泣いている、泣いて困るので、難しいといった悩みなどを打ち明けました。このレベルの話が必要なんですか。あの残念だけど、日本の子供っていうのは、毎日一人の割合で、親にギャで命を取られてるんですよ。深刻さのレベルが違うよね。 岸田総理は3人を育てた自身の体験談を交えながら、子育てを応援しようという社会の雰囲気を作っていくことが大事だ。社会の雰囲気を作っていくことが大事だ。違うよ。岸田総理自身が自分は子育てに失敗して、ね、あの翔太郎君を自らの手で公職から追放してしまったと申し訳ないぐらいあの翔太郎には謝りたいって、その程度のこと言えよって。もう父親としてさ。 自分の父親がぶりがもうあかんのに、社会には子育て応援しようという社会の雰囲気を作っていくはあって話だよ。お前、自分の息子に何やったか忘れちゃったのかって言いたくなるよね。子ども家庭庁は今後各地でシンポジウムを開いたり、SNS を活用した情報発信などを展開していく方針です。だって、子ども家庭庁は何のために作られたか知らないのもういちいち説明したくもないんだけど、もうね だけどこのイベントさ、で、毎日新聞がすっぱ抜きました、子どもん中イベント委託費は1350万円、子ども家庭庁。子どもん中かアクションの本格スタートを記念するイベントの広告制作会社に対する委託費は1350万円だったと、道庁が記者団に明かしたっていうけども、これ、1つの1回のイベントなのか、全国でこれからやっていくすべてのイベントの費用なのか。 そのつぶさにあの僕は知りたいけれどもちょっと高すぎるよなんでかっつったら丸山あのカニナさんを呼んだところで子育てみんなで支え合おうっていう機運が高まるかっつったら残念だけど高まらないだろうなって思うから費用対効果があまりにも薄いから小さいからですよ、はい、まあ産経新聞ね保守寄りの産経新聞も 一応、岸田さんを応援するためにかな、こんな記事書いてます。社会で子育て首相を訴え、国民運動をキックオフと。で、岸田首相が掲げる、えー、次元の異なる少子化対策の一環で、えー、政府が子育て支援に対する国民の理解を深めるために取り組む国民運動、子ども真ん中アクションがうんぬん,ぬん、まあ、書いてあるけどさ、結局、大したことを岸田さんは言いません、言えないよね。でね、僕は何度も言うけれども。 あのいろんなところでも語ってるんだけども、子ども家庭庁は必要なんです、えーえー、もう細かいこと言わないあ、今日は言わないけど、必要なんですよ。それはなぜかって言ったら、虐待とか貧困とか、いろんな要素で、一、えーまあ、人でお亡くなりになったりとか、ものすごく深刻な問題が子どもにあるから、専門の省庁を作らないと解決ができないことが分かったので、作られたのが、えー、子ども家庭庁なんだよねって。 だからその深刻さを踏まえないで、いきなり親を応援する、ね、こ子育てみんなでやりましょうっていう前に、まずさ、今親に、あるいは学校の先生に、あるいは電車内の痴漢に虐げられている子どもたちの声をなんで聞こうとしないのもうだから、そんなことやってるからあかんのよ。ね、J リーグとコラボなんてね、あの記事も出てましたけど、 まあ正直言って、もうなんて言えばいいんだろう。もう僕はね、ちょっと悲しすぎてね、この話をするともう、声が詰まるんですよ。なんかね、あのね、と、もう子供や若者を応援するのが子供真ん中じゃないのか。もうね、静かに問いただしたい。それはね、岸田さんだけじゃない、自民党の人だけじゃない。 政治家だけじゃない、多くの方にそこを分かってほしい。つまり子ども若者を応援しなければ、彼らが元気に育っていなければ、彼らはがっつり仕事をやろうとかさ、元気に生きていきたいとかさ、夢を持ちたいとかさ、思わなくなるよ。若者とか子どもが元気じゃない社会っていうのは、彼らが元気であればこそ、社会はより新しいテクノロジーとか、新しい思想とか、 新しい文化によって新しい、えーまあ、商品サービスも含めて、えー、なんていうのかな、まあ、社会全体から夢が見られる元気なものになっていくっていうつまり変革の担い手って子どもや若者だから彼らが元気を失うような政策やあのなんていうかな予算をやってたらいつまでたっても子ども若者は大人になるに従って元気を失ってしまうんだよ。 そうすると社会に活力がないものになるから、その国は衰退するに決まってるじゃん。衰退するっていうことはどういうことか、ね。例えば年金制度を見れば分かりやすいよね。もし子供が稼げない、賃上げもできないとなると、当然それに支えられている年金制度っていうのは、ね、破綻するに決まってるじゃん。あるいは増税って形でやるから、広くあの高齢者も含めて、自分は年金もらえるもう年齢なのに、ね、そこからまたお金引かれるの。 っていいうことにもななりかねないわけだよ。だから、社会を立て直すってことは、子供や若者を不幸にしないってことなのよ。それが分かってないの、岸田さんは。自分も父親なのに。だから僕はね、あ,あ岸田さんはもう完全に日本を壊すことに、いや、本人は自覚してないと思うよ、もちろん。で本人はよかれと思って、日本をぶっ壊すわけだよ。 だからもう、もう本当にね、もうだんだんそれがみんな分か,分かってきた人が増えたと思うの。だから岸田岸田の内閣の支持率って下がり続けていくだろうなって思うし、まあ僕ら日本、日本国民も日本国とある意味親中せざるを得ないような仕組みの中に組み込まれてしまったんだよ。だから僕はため息をつくわけだけどもさ。だけどだね、岸田自民党や、 日本国そのものと心中なんかしたくないよね、皆さん。この国でき生きづらくなったら、他の国で生きるしかないんだよ。<laughs> 何度も言うけど、若い人ほどそれに気がついてと僕は思う。だから、一応ね、僕、中高年向けスモールビジネス副業講座っていう有料こ、有料ビデオを10本を3万円で売ってたりするんだけど、これ、中高年向けっていうふうに書いてあるけどね、あの20代、30代ってさ、たまたまこの一月つ万札見てて、ね、どうも、なんていうかな。 あのー、所得が増えないなと思ったらもうね勤務先がさ副業を許してるかどうかなんかどうでもいいからもう土日使ってね自分の仕事を自分で作ってみませんかと僕はあえて言いたい今日は今日は中高年向けというよりも若い人にも言いたいだからこれを見てる4 5 0代以上の方は自分のお子さんに えーこのうん、自分で自分の仕事を作ってみるっていうね、チャレンジをぜひ推奨してほしい。だから親子で買ってほしいんだよね、こういうのって。自分の仕事をやりたい仕事を自分をときめかせる仕事を、人様からありがとうと言われる仕事は、別にさ、どっかに雇われなくても自分で作れるの。仕事って自分で作れるものなの、ね。それもね、月1万レベルからスタートしたらハードル低いからちゃんとできるよって。誰でも月1万 できるよって僕は、その月1万毎月毎月1年間やったら、翌年はもう毎月2万円、3年目は毎月4万円、4年目は毎月8万円と、5年後は毎月16万円、週末の土日だけで稼げるってこと分かりますよ。そのぐらい時間をかけて自分を育てれば、ね、いざって時に、いざって時は、例えば,地震例えばあの大地震が来て、被災者になって、日本国全体がもうあかんなと。 うん、だって支援物資だって足りてないからね。あの備蓄の米とかさ。だからそういうことでさ、いつまでも被災者のままで中高年から老後の生活を送るなんてとても難しいわけだよ。若い人だって希望を失うと思うよ。僕は311の被災者の人たちを見てても、本当に疲弊したと思うもん。でもそれが南海トラフや首都直下型、ね、あるいは富士山爆発もあるかもしれないけど、そういうことがあったときに、 もうあかんなと思って精神病を病んだりさ、もしくは一人でお亡くなりになったりしないようにするには、今から少しずつ自分の仕事を作って、自分を育てていく、そして自分の所得を月1万レベルでいいからきっちりやる。そのきっちりの方が大事。で、その月1万だったらできるから、はっきり言って誰でもできる。誰でもできることをな,なんでおすすめしてるかっていうと、 雇われることしかしあのお金を得る手段がないと思い込んでる人が多いからです。で、僕のこの10本のビデオは、あのまあ、未成年、子供、まあ、例えば小学生とか。 とかねあと障害者の方とかが実際に試みた事例つまり自分で自分の仕事を作った事例を踏まえていますから、えー、障害を持ってても別にで,できるし、あのー、今まで全然あの自分で自分の仕事を作るなんてやったことがないよという人でも、あのー、できますだって小学生にできることなんで大人ができないのって言ったら端的にそのやり方を知らないからですよ。ね、具体的な やり方っていうのをステップバイステップで、えー、1本のビデオには1つの宿題をつけて、必ず宿題やってから次のビデオを見てねっていうことで、えー、もう2ヶ月以上かけてね、このビデオを作ったので、あの3万円でも十分安いんですけどね、だって10本だから1本あたり3000円ぐらいだからめちゃめちゃ安いんですよ。ただし、値上げが決まってしまっているので、えーまあ、4万円になるかいくらになるか分かんないけども、3万円で買えるうちにお早めにお買い上げくださいと毎度言っています。 はい、というわけで、ですね、岸田政権、もうそろそろほころびがはっきりしてきたので、えーまあ、うまくいけばね、1、2ヶ月、つまり8月、9月っていうのは、マイネのトラブルを総点検して、9月にはまとめを言うだろうけど、果たしてそこまで持つかしら。 ね、自民党の中でも、岸田卸しの風がピューピュー吹き始めるんじゃないかなと思います、ね。そして早く、とにかく岸田を下ろさないとあかんというふうに僕は何度も言い続けたいと思います。そうだよなと思ってくれたら、いいねボタンを押してください。で、よろしかったら、この動画の下にあるね、共有っていうボタンを押して、Facebook や Twitter にこの動画を拡散していただけるとありがたいです。ね、岸田やめろ、ハッシュタグもね、みんなで流行らせよう。というわけで。 また新たなビデオでお会いしましょう。ほいじゃね。